Oh.
当だ。切れているわ。
血も出てる。ガードレールから落ちたくらいでか。たくあん、ルセ。いつき？はいはい、すんませんでした。で、病院連れてくしかないんじゃない？それじゃあ。ちょっと、泣き止ませないと動かすのは難しいわね。ほら、おとなしくして。病院に連れて行ってあげるから。やだー！痛いよだから、その痛いのを治療するために病院連れてくんでしょうが。って言ってもわかんないか。子供が落っこちて怪我して、それを何とかしようとしてる？なんか、勢いと言いますか。別に、野じ馬とかそんなんじゃなくて。しゃあねえな。よし、私にやらせて。いつき？もうここで傷塞いしまおう。そうすりゃガキもおとなしくなるでしょう。あなた、癒しの手を。うん、まあね。てか、とっとと黙らせたい、そのガキ。今、癒しの手って言った？武田さんと天藤さん、癒しの手、持ってるんだって。姫、ほら。いえ、いつき、それなら私がやるわ。え？この子を見つけたのは私だし、それに。私の方が上手に使えるわ。ま、そうだけどさ。わかった。じゃあ任せるよ。あなた、ちょっとの間だけじっとしてなさい。すぐに痛くなくなるから。ね。ああ、もう、ここからじゃ子供に何してるのかよく見えないよ。はい。もう傷塞がったわ。どう？痛くなくなったでしょ？お姉
今聞いた限りだと、お姉ちゃんは実際に子供の頭の傷が塞がってるところを見たってわけじゃないみたいだけど、そういうことでいいのかな？うん。じゃあ、まだわかんないんじゃないかな。魔法みたいな力か。子供って、特にそういうプラシーボとか、おまじないみたいなのを素直に聞いちゃうだろうし。おまじないって、ナオちゃんみたいな？ナオのはお姉ちゃん専用だけどね。うん、でもそう。そっかなぁ。あ、わかんないけどね。けど、何にせよ、本人たちが言ってない以上、周りが騒ぐのは良くないんじゃないかなって。いい気しないかもしれないでしょ？あ。噂のこと、お姉ちゃんに教えたのナオなんだけど、ナオも気をつけなきゃ。うん。でも、そっか。そうだね。胸にしまっとこう。うん。白衣性愛情依存症。